2022年締めの BGM です。今年は1年間最後までこれでしたね。えー、ということで、先に皆様に謝らなければいけないことがあります。えー、はいどうも、自称、高部明人です。えー、本日、大晦日逃走中にて、逃走成功できなかったことを皆様に深くお詫び申し上げます。本当に申し訳ありませんでした。ね。 えー、ということで、まあ今、そんな冗談は置いておいて、まあ本日、大晦日ですね、はい、えー、富士テレビの方で、えー、逃走中が、えー、行われておりました。まあその、今回ね、その逃走中に、僕のね、あの、応援しているチーム、えー、千葉ロッテマリーンズの中から、えー、高部明人選手、えー、出演されるということで、まあ、もう、パリーグの盗塁王、そしてもう、日本でも、この指10本に入るぐらいのね、足の速さを武器としている選手なんですけれども、この選手が、あの、逃走成功できない わけないでしょうと。 え、意気込んで、まあ僕大チャンネルはその高部選手をもちろん応援していますし、高部選手にね、ぜひ逃走成功してほしい。逃走成功を願って、生配信をやらせていただいておりました。高部選手応援っていうのは忘れずに、えー、逃走中の、まあいわゆる観戦生配信ですね。はい、やっていたんですけれども。まあそのね、スケジュール的に言うと、まあ夕方の5時から夜の11時45分まで、まあ約7時間にも及ぶ、えー、この逃走中の番組ね。えっ、ー、と、まずね、あの僕勘違いしてました。7時間ぶっ通しでずーっと投 逃走中やんのかな？と思ったら、なんか最初にあの過去の映像を振り返っていくみたいな。はい、過去の名場面みたいな。そういうシーンがあの流れておりまして、一番面白かった。核補修みたいなのもね。そんな感じでやっていたんですけれども、も実質。いつもの感じの逃走中をやるのはえっと6時から。 ということで、はい。まあ、その1時間ね、何をしていたのかというと、あ、応援歌熱唱。僕ね、高部選手の応援歌も作りましたんで、その高部選手の応援歌を歌ったりだとか、なんかね、視聴者さんがコメントをしていただいた応援歌を歌ったりだとかして、えー、1時間ね、まあ、いわゆる応援歌熱唱ナイターをやっていたわけですよ、はい。えー、そして6時になって、えー、ようやくね、この逃走中が始まったと、はい、いうことで、こっからね、あの、高部選手の活躍をどんどん見ていこうと、はい、思っていました。 えー、そしたらね、これもなんか薬病神パワーなんですかね。6時から7時ぐらいまで、あの、高部が映らない。まあ、なんかちょいちょいマルチアングルみたいな感じで映ることはあったんですけど、高部選手が喋っているところとか、高部選手を紹介するところとか、1時間全くなし。 ま、あこの視点であの、コメント欄とかでもね、結構盛り上がってまして、高部選手本当にいるのかとかね。高部選手カメラマン説とかね。高部もしかしてゾゾマに帰ったとかね。ま、あいろんなコメントがね、あの、来ていたんですけれども。ま、あそんなことはなく、しっかりとね、高部選手逃走しておりました。そりゃ、盗塁王も取っているんで、ま、あ注目はされているということなんで、ま、あ高部選手のね、紹介の映像がまず出まして、はい。ま、そっから高部選手徐々にね、あの、ミッションに参加する映像だったりとかが、映っていました。はい,い。 高部選手、一回ね、ハンターに見つかった時は、なんか、風船をひたすら割って QR コードを見つけるみたいな、はい、そういうミッションがありまして、まあその時にね、一回ハンターに見つかったんですけど、あのもう一瞬で振り切っていくんですよ。あの、ハンターがマジで遅く見えたんですよ。高部選手が早すぎてね。まあ高部選手のはその時も多分ランニング程度で走ってたと思うんですけど、それでも早いんですよ。 まあ、ハンターから逃げ切れば、逃走成功になるんで、まあ、ハンター結構多かったんですけどね、最初から。まあ、ハサミ打ちとかさえしなければ、これ余裕だと。 はい。僕を踏んでいたんですよ。そして、なんかまあ、高部選手がね、まあ、まだ残っていますと。はい。そして、なんか復活チャレンジみたいな、そういうミッションがありまして、まあ、その復活カードみたいなのがあるんですけど、その復活カードをなんか、ハンターゾーンみたいなね、そういうとこから、しっかりゲートまで持ってこれれば、復活させたい人を選べるっていう、牢獄の中から。そういうミッションもありまして、そのミッションに一番最初に参加したのが、高部明と、 高部選手が1番に参加しました。もうやるしかねえだろうみたいな。めちゃめちゃこのね、ミッションに参加する意欲だったりとか、勢いだったりとか、やっぱこれね、あの、プロだなーっていうふうに思いましたね。さすが盗塁王。さすが逃走成功を期待されている選手だなーっていうね。はい。そういうふうに思って、しかし、そのハンターゾーンが、ただのハンターではありませんでした。えー、そこにいたのは、えー、世界でおそらく2番目に足の速い選手。 陸上選手。バリバリの陸上選手。あの、ウサイン・ボルトと張り合うくらいの選手。まあ、この場ではちょっと名前は伏せておきますが。まあ、見た方はぜひね、コメント欄に書き込んでいただければなと思います。まあ、高部選手がね、そのハンターゾーンみたいなのに一番最初に入ったんですよ。で、それで復活カードがね、二つなんか箱がありまして、ハンターからちょっと離れている方。まあ、いわゆるゲートに近い方。 はい。が、まあ、復活カード1枚入ってるんですよね。えー、そしてそのもうちょっとハンターに近寄った方に、えー、2枚復活カードが入っていると。まあ、それどっちでもいいよーっていう感じででして。で、そこでね、2つの箱の前になんかシールみたいなのがあって、そこになんか4桁の暗証番号が書いてあって、それで鍵を開けて、復活カード取って、まあ、出るみたいな。 そういう感じのチャレンジでございまして、まあ、このシールを剥がした段階でカウントダウンが始まるんですよね、5秒前から。その5秒後に陸上選手が出てきますよっていうチャレンジで。高部選手が、なんと、あの、奥の方に行きました。復活カードが2枚入ってる方に。いややっぱチャレンジ精神すげーな。やっぱこれがプロなんだなーっていう風にね、思っていて。いやー、これやっぱり、いくらね、その世界で2番目に速い陸上選手と言ってもよ、スーツに革靴だぜと。 僕ちょっとね、あの、甘く見ていたんですよ。はい。高部選手はバリバリこの動きやすい服装でチャレンジしていますから、これやっぱ高部選手有利だと、えー、いうふうに思っていました。しかし、現実は、そんなに甘くありませんでした。まあ、まずね、シールを剥がしましたね。高部選手が。はい。そして、まあ、カウントダウン始まったんですけど、なかなか鍵が抜けないのよ 4桁の暗証番号、鍵がなかなかできないのよ、高部選手。で、まあ、そこで結構時間食ってしまって、箱を開けた瞬間にはもうそのハンター放出されてましたかね。まあ、それで、まあ、若干距離はあったんですけれども、まあ、高部選手、確保。えー、高部選手の挑戦が終わりました。えー、この大晦日、今年最後になると思いますんで、えー、皆さんで盛大に騒ぎましょうか。 はい。えー、高部選手、チャレンジ終了でございます。お疲れ様でした。今回のね、あの生配信のルールは、高部選手が確保された瞬間、即終了ということだったんで、この時点で終了させていただきました。はい。あれました。だがしかし、僕が、なんと配信を終了してから、約10分後、復活ゲームが行われました。はい、ここでも、薬病神っぷりを発揮してるんですけど、はい。終了して、10分後だよ。 実は俺、飯食ってたんよ。はい。年越しそばうん。年越しそば食ってる途中に、視聴者さんから DM 来て、高部選手が復活ゲーム出ますよっ、つって。で、まあ、また生配信来たんで、あのそばもうぬるぬるです。 はい。多分伸びちゃってますもうしかしね、やっぱり自分の年越しそばよりも高部選手を応援しようともう一度。高部選手がもう一度復活する姿を見ようと、はい。思ってて。で、その復活ゲームは、またね、なんかそのフジテレビが舞台になってるんですけど、そのフジテレビの、なんか外に出れば復活みたいな感じになってまして、まあ復活カードがね、手元にあるんですけど、まあその復活カードを持って外に出れば、えー、復活。はい。えー、しかし、そんな簡単ではありませんよね。 やった !7 体のハンターから逃げ切れました外出れましたそんな甘いわけないでしょうが。ね。えー、この復活ゲーム、VS、忍び。あの戦闘中に出てくる忍び。 まあその復活ゲームね、外に出るまでに忍びがうじゃうじゃいるわけですよ。はい。まあ忍びと言ったらボールを投げてきますから、そのボールに当たって撃破された瞬間に、えーもう終了です。だから、この忍びをうまく倒していって、忍びをできるだけ少なくして、この外に出るっていうね、まあそれが一番手っ取り早い方法なんじゃないかなと思いました。えー、そして、え気になる高部選手、えー、なんと、忍びを撃破しましたー 忍びを撃破いたしまして、僕ね、その復活ゲームの途中にちょっとまた生配信再開させていただいたんで、あの、撃破したらもう復活なんだと。これ勘違いしてまして、はい、そうじゃなかったです。あの、忍びをいくら撃破しようと、あの、外に出なければ、あの、復活できないということだったんで、はい。しかしね、高部選手がよ、あの狂犬の高部選手が一人撃破したんだよ。これはもう復活する権利一番あるから。 だって、周りの逃走者の中の活躍をしたわけでしょ。その活躍した選手っていうのは、いいことがあるでしょ。絶対に。えー、しかし、約その2分後、高部選手、忍びに、撃破されました。えー、この時点で、えー、高部選手の復活チャレンジ、終わり なんか、高部選手を応援するメッセージみたいなのがね、この老貴様が中心で届いておりまして、まあそれをなんか写真に載っけて、まあ高部選手が、えすいませんでしたとストーリーを上げておりました。 ということは、もう、高部選手の、えー、逃走中のチャレンジは、えー、今シーズンすべて終了したと、え、いうことで、えー、この動画を撮っております。で高部選手、まあ、今回はね、あの、残念な結果になりましたが、来年また逃走中があるようであればね、えー、リベンジしてほしいなと、えー、心から思います。まあ、もしかしたら、あの、高部選手と僕で、なんか似てる同士でなんか、逃走中出たりとかします 高部選手のそっくり3枠でちょっと僕出させてもらって、今度は僕があの、ボルトとぜひ戦いますんで、はい。まあ、そんな冗談は置いといて、来年も高部選手、え、逃走中に出演することを、え、心から楽しみにしておりますんで。ということで、まあ、本日はね、あの、高部選手残念な結果だったということで、えー、最後は盛大に。あいったー